はい、皆さんこんばんは。カフェ代表ケイスケです。あのですね、今回もう一回語るような感じになるんですけど、まあ当然これの話題ですよ。コロナ、もうね、明日からゴールデンウィーク本番じゃないですか。で、当然みんななんかお店どうすんのって思ってると思うんですけど、店内飲食全面停止します。で、テイクアウトのみっていう、まあ大型他のお店もやってるような月並みな対応をしようと思ってるんですけど、まあそこで終わらないで、まあこのうちらのカフェが持ってる強みって何かなって思うと、広いってことだなと思って、で外にテーブルを7個ぐらい設置しました。もうホームセンターでバーって買い集めてきたんですよ。それをまあ密ですって言われない幅に置いて、でもう皆さん外で食べていただく。で、幸いにもこのゴールデンウィークずっと天気いいらしいんですよ。もうもったいないじゃないですか。で、みんなもうずっと自粛頑張ってますよね。で、このゴールデンウィーク天気毎日良くて、一回は来ちゃう人絶対いると思うんですよ。で、僕もそれはあんまりそこまで否定的に思ってなくって、仕方ないなって思ってて、正直ずっと家の中にいる方がよっぽどもう精神的にもこれから、あと何ヶ月とか決まってるわけでもないもので、みんな初めてなんで、これでゴールデンウィークにちょっと外出しちゃったくらいで、そこまで責められるのもおかしいかなと思うんで、で、だからといって僕らもお店の中に招き入れて、超濃密空間みたいなのを作り上げて、コロナに加担するわけにもいかないんで、そのどっちもの対応としては、やっぱ僕はお店が広い、店内というより、敷地が広いっていうのを利用して、みんなが、来られるような環境をできる限り用意しました。で、動画後半で一応そう、どういう感じに設置してあるのかっていうのは動画撮ってあるんで、それを見れば、まあ当日明日からお店行ったらどうなるのかっていうのが分かると思うんですけど、まあもうね、国道車少ない、みんなすごいと思う、びっくりする。いや、俺ここまでみんなが一緒になってこう一つのものに立ち向かってんのって、下手すると台風の時より感じたかもしれない。こんな天気良くて、さつき晴れ、まさに、まあ4月だけど、でもこんなもう1年でみんなが一番遊ぶようなタイミングでこの車の量は少なすぎで、思ったより隣ナンバーもいない、だから逆に目立っちゃうかなっていうくらい車自体が少ない、渡りやすいです。で、でもまあね、どうしても遊びたいなと思う人もいるだろうし、これまで逆に一歩も出てないで我慢してる人もいると思う。で、車でカフェまで来て他一切経由しなかったら、はっきり言って青空の下でピザ食って帰っても手洗いうがいやってれば感染リスクってほとんどないと思うんで、で僕らも徹底して消毒したもん、手洗いうがいから物の消毒、メニュー表を拭いたり定期的にアルコール消毒したりとか、そういったことはもう常日頃、最近コロナの騒ぎが起きてからなおのことを意識してやってるので、で僕らとも全然喋らなくて OK なんで、僕は喋っちゃうんで話しかけたら喋っちゃいますけど、まあ安心して、まあどんどん来いとは言えませんけど、来れるように一応準備はしました。なんで店内には入れないですが、外でヤギさんと遊んだり犬かまったり、いろんなことはこれまで通りできるような形でゴールデンウィークを迎えようと思います。なんでまあどっか頭の片隅に回って市原方面来た方はぜひぜひお寄りください。で0436-67-1771 まで当日でもお電話いただければ、席の予約とか混雑具合とか、あとテイクアウトだけなんだけど何分後に着くから焼いといてとか、そういったものを全然受け付けておりますので、こちらの電話番号までお気軽にお電話お願いします。そんなとこかな。うまいよね。製造中止らしいから売ってて買っちゃった。俺もともと好きなんですよ、これ。商品紹介みたいになってるけど。
最近このコロナビールばっかり飲んでまあみんなでね乗り切るためにはこういうちょっと特殊な対応してるお店もあっていいのかなと思って、これからの飲食店の形としても僕ちょっと模索に入ったなと思ってて、あの外席これからもずっと継続していこうかなっていうふうに思ってます。なんで実験としてもやりたいという気持ちで今やってるんで、まあ僕らも初めてなんでちょっと対応ごちゃごちゃしたりするかもわからないですが、あのこちらにお近くまでお越しの際はぜひうちでお昼ご飯食べてってください。じゃあなんだ外席の様子をなんつったっけ動画後半ご覧ください。これではあれですね、密です。ダーン、密です、密です、密です。まあ、このような感じでいつも駐車場なんですけど、カフェの前の部分の駐車場は、潰して客席にします。完全にまあ5メートルくらいかな、4、5メートルはお互い離れて4人座れるようにしてます。でまあいつも普段通りこちらのあのテラス席もお召し上がりいただけるように開放しておりますので、であとはカフェ出口を出入り口出てすぐ右このフェニックスの木の間にあるこちらの石のテーブルもご利用いただけます。まあざっとこんな感じですかね。そうですね、6、7席、6、7テーブルかございます。どうでしょう。そうですね、このカフェの目の前の細い道の蓮向かい、こちら遠くにP って書いてあって、ここもね駐車場なんで、当日はあの明日からはこちらをご利用ください。ここはもう綺麗に整頓して並ん止めていただければいくらでも、要はヤギ小屋の前だと思ってください。このヤギ小屋の前の駐車場をご利用ください。そして、まあ、前景こんな感じですかね。近づいてってみます。これならまあ開放的な中で濃厚接触等はせずにお召し上がりいただけるんじゃないかなと思います。テラスから見た様子こんな感じですね。まあとりあえず密を避けた、飲食スペースはこちらでできる限り確保いたしましたので、まあ、どうしても我慢できずに来た方はお待ちしております。